第3弾気まぐれキャンプ作っていきたいと思います。お疲れ様です。帰りならなきゃいけない。もう休暇はないです。まあこんなことが起こるんだ。めちゃめちゃかっこいいじゃん。おーい、マジかよ。さっきの感動返せよ。来たら2、3番の挑戦状ということで、ザラセックス勝負したいと思います。よーい、スタート。こういうの、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 あ、なんだやった。あー、すごいね。めちゃくちゃ勝ったね。めちゃくちゃだったねだよ。もう変身しないの、この気持ちで。あ、で、デボルだ。おい。お疲れさん。お疲れさん。いや、これさ、こんなテーブルあったらね、欲しいもん。絶対買うもん。買うね。芝生が決まりました。おったー。はい、どうも、決まりました。芝を引いて頑張りました、うん、テーブルとか並べてね。このテーブルまだ見せたくないから。まだ見せたくない。ちょっと隠してんだよこれ。ちゃんと見せる後で。あと今日ね、うん、何特別ゲストが、はい、特別ゲストがちょっとそのうち現れると思いますんで、はい、今日の内容は、で、今日の内容はテントを張るのと棚を作ります。お、来たんじゃない。来た来た来た。なんていうタイミング。どちらさんですか。はい、じゃあとりあえず入ってもらって。いらっしゃいませ。全部ちょっと歌っていただいて、はい、どうぞどうぞ。はい、入ってください。おー、すごい。まだね、散らかってるけど。そう、どう、いい感じじゃないですか。いい感じ、いい感じ。テーブル見て。あ、本当だ、何これ。視聴者もまだ見てないから。いいね。これ、これ、いや、スプレー、かっこいいでしょ。かっこいい。で、今日はそこにテントを設営するのと、まあ、あっちに棚を作るの。あ、素敵な感じじゃないですか。でしょ。実際映像で見るよりもいいでしょ、うん、入った方がすごいいい感じですね。今のところね、3軒目だけど一番広い部屋。さあ、ということで伊賀さんが到着いたしました。いやー嬉しい。レンタルスペースで日賀さんがね、こうやって来てくれたの初めてだから。本当だね、うん、今まで来てくれなかったからね。さ、本当はキッカーさんもいてくれたら。いや、めちゃくちゃ、ね、なお良かったし、グッチュもいてくれたらなお良かった。本当だよね。忙しいから2人とも。そうそう、日賀さん、あれだから仕事の合間塗ってきてくれたから。朝仕事、昼ちょっと、夜仕事みたいな。ちょっとしか日賀さん入れないけどね。一緒にテントテントよ、3人でやっていきたいと思います。ということで、やっていこう。さあ、ということで今回は何のテントを建てていくんでしょうか。見たことあんなこれ。アウトマンだ。今日は、はい、これです。はい、ワンポールテント。ワンポールテント M だね。ちょうどいいサイズだ。さらにこいつで極みって書いてある。二股の極みだ。なるほどね。二股は何回かしてるもんね、俺らもね。やった、うん、でもやっぱワンポールと言ったらね、二股が俺は好きだな。立てんのにあれコツがいるけどな。さあ、ということで今からワンポールテント M を立てていきたいと思います。ということでやっていこう。はい、ということで今回も中を見ていきたいと思います。よいしょ。ね、これ何本必要なんですか。全部で8本。 M の場合は、はい、4本になるんですね。 L になるとテレビ、インナーテントか。インナーテントから大きいな。入り口を通したい。今回ペグ出ないからね、ペグの代わりにちょっと用意してるのがあるから、それでやろう。フックの準備が終わりました。はい、はい、もうすごい、見て。ひどい、両、何これ、接着剤で取れないの。今日この後仕事でしょ。残念だね。まあいい感じにね、フックの準備もできましたんで、今からテントを立てていこう。この後がフライシート、そうですね、で、入り口だけ、入り口だけ合わせて、じゃあやっていこう。じゃあこっち巻くなんですね。ここが、あ、待って、ここが、そっか、これもフックにかけなきゃいけないんだ。今更？今更どうかけんなくて。これね、今の日賀さん、今更？ちょっとややこしい。ここを手がガッとカチカチで、ここをこう輪作っていただいて、うんうん、でここを引っ掛けるんじゃなくて、さらに下からこう出します。あ、ここを引っ掛けて下からなんだ。はい、ここを引っ掛けて、なるほど。そういうことによってここで調整ができる。 OK。 じゃあこれを最初の方にやったやつ結構ガチガチ感じで、じゃあこれで OK です。ゲリリース。この中の僕
まずここ、これいらないので外しちゃいます。おで、さらに、うん、これ、はい、また用の足ですね、上つけちゃうんですけど、これですね、うん、1段階伸ばしていきます。の、ば、うん、そうですね、低い1から設定した方がいい。で、この1個目のところに、はい、OK、はい、なるほどね。これを、はい、まあ、入れていくんですが、何度かこれやってみて、うん、フルの長さだと入れるのが大変なんですよ。そうだよね、下の土台のところですね、うん、抜いてから入れた方が。なるほど、じゃあ入れてみよう。入れてみましょうか。まず頭を探して、うん、インナーと白い頭と、うん、合わせて回して、はい、それに入れて回して、で、後半とかいいかね。で、この状態でちょっと三沢さん頑張っていただいて、またこっちの後半いきましょうか。春のここね、で、うん、よいしょ。今日はあれだね、エスケ強いね。あとは外出ていくか。で、一回組んだ時点で、ちょっとまだ上がるかなって感じ。うん、この中で、上ね、最後、頑張ります。最後、さっきは頑張った。これを、上に。はっ、あっ、はい、もう一個、向こう。はい、出た。完璧。出た。すごい。どう、高さん。完璧。いいよ、めちゃくちゃいいよ。おぉ、素晴らしいんじゃない。一番二股低いですね。あ、本当？やっぱ、ミサさんパワーが上げれるのがね、すごいすごいです。よかった、女の子じゃ難しい。二人やってね。さあ、ということでワンポールテントが立ち上がりました。いやー、いや、めちゃくちゃ綺麗に立ち上がった。素晴らしい。プロがいるから早かった。早かった。やっぱね、東さんいると早いね。フックつけるのにちょっと時間が手間取ったけど、いやでもめちゃくちゃ早いよ、段取りも。早かった。うん、さすがプロ。さすが。で、なんと東さんもう帰っちゃいます。はい、このためだけに来てくれました。そう、滞在時間2時間そんぐらい。さあ、ということで、じゃあまあこれからね、ちょっと東さんはお帰りいただいて、はい、私たち2人でまた頑張っていきたいと思います。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。あ、ではまたアートマンで。はい。Thank you.